今からリフティングがうまくできない人のためのリフティング講座をしていきたいと思います。やっていきまーす。やっす。僕的にはなんか足力入ってない子もいれば、逆に足がガッチガチに固まってる子がいる。はいはいはい。のもよくある。蹴った時になんかこうなりがち。あ、はい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 、で自分の方飛んでくるとか、はい、あと多分蹴るのに必死すぎて、はい、蹴ってどこに上がるかっていうのが分かってない子。あー。そうですね。だからリフティングって投げて取るみたいな感じ。じゃあどこに上に上がって落ちてくるところが分かってれば投げて取れるわけ。そうですね。蹴るのもリフティングも一緒で、蹴って上がってどこに上がってどこに落ちてくるのかが分かれば、でまた上がって落ちてきたのもまた蹴ってまたどこに上がるのか分かってれば、連続でこれはできると。素晴らしい。まずは蹴って自分がどこに当てたらどこに上がって、どこに当たったら変なとこ行くのかなっていうのを練習で自分で投げてキャッチ投げてキャッチ。連続でやらなくていいんで、こう感覚をつかむ練習をしてみてください。はい。でそれができるようになったら2回やってとか、はい、3回やってとかで増やしていくとうまくできるようになるかなっていうふうに思います。そうですね。でここでじゃあ夏樹くんからリフティングが上手な子に向けての宿題、宿題をちょっと持ってきたんでやります。いきます。これです。できた方、投稿していただければ試合会場でいいことがあると思います。はい、いいことあります。よろしくお願いします。じゃあ次は光栄くんです。長い、まだやんの。やらないですか。